愛してやらなければいけないという、うん、どうにもならない義務感を支配されるのと、で常に感じているのはそれなんです。 ですけど、うん、そこの中で社会に出ると他の、うん、まあ一般の方というか、うん、近くにいる普通の人と、まあ、あるんですね、いろいろ、うん、そのレジャーランドなどに行けば、うん、その声をかけてもらえるわけですよ、うん、あの年の近い子の親御さんが。なるほどね。でその直接子供に話しかけるわけですね、うん、あのよそのお父さんやお母さんが、うん、ですけど実の父親母親にすらその、ま、話せない、うん、目も合わせないぐらいですから、うん、まるっきりその無視してるような感じになっちゃうんですね、うん、でそうするとちょっとすると相手の親御さんが気づくわけです、うん、あこの子ちょっとおかしいな、うん、あの発達が遅れてるとか、うん、スッとこう離れていく。でまた相手の親御さんも申し訳なさそうな顔するんですね、うん、声かけてしまって申し訳なかった、うん、それも辛いし、うん、でまた中にはその心ない人もいて、うん、ある時その近くのスーパーに行った時に、うん、その少し子供を離して遠くから見ていた時に、うん、その規制を発するわけです、うん、でこっちはもう慣れてしまってるので、うん、家で発するよりは、まあ、実に小さい方だし、うん、ですけど慣れてない人が見れば、うん、何この子って見て、うん、であるお客さんがそのレジカウンターのその人に、うん、なんかおかしな子いるよっておそらく話したんですね、うん、そしたらそのレジの方が私が父親だって知らなくて、うん、すぐ近くにいたんですけど、うん、あの子ちょっとおかしいなってこう吐き捨てるように言ったんですね。でその時に思ったのはここで怒ってはいけないと、うん、確かにうちの子は他の子とは違う、うん、ですけどここで父親の私が声を荒げたりすれば、うん、なおその子供はおかしいと、うん、まあ親も親、子供も子、うん、とにかく耐えなければいけない、うん、そういうのが、うん、でもまだそれよりもいつもその心、むき出しのその心をそのこう何かでナイフか何かでこう切られるような感じがしたのは、あのやっぱりその療育園、その行政がまあやってくれてはいるんだけれども、そのただ淡々とあの事実だけ、このままいけばあのこういう施設です、その先こういう施設です、うん、ですけどそのじゃあそのまま行って、うん、例えば高校段階ぐらいまでは、うん、その学校もあるようなんだけれども、うん、その先どうなんですかって私も家内も聞いても、うん、そこは濁すんですね、うん、そこまではもうまあ先の話なので、うんうん、やってみないと分かりませんよとか、うん、上手にこう濁されて、うん、ですけどこのまま行ったら、うん、どう考えてもうまくいくはずがない、うん、ですけど自分にはもう手立てがない、うん、それがですから、うんうん、まあ話してると、うん、もしかすれば当時私も、うん、場合によったら家内がもうこの子を連れて死にたいと言ったら、まあ一緒に行こうと思ってたかもしれないし、本当申し訳ないんだけれども、うん、あまりに当時って言ってもほんの1年半前なんですよ、で1年半前とその前ですから2歳半から5歳半までの約1000日その3年間丸3年間、うん、その毎日同じ気持ちなんです。辛い、疲れた、どうしよう、うん、そういったもうマイナスので、なんとかプラスにプラスにって考えるんだけれど、